寒かったり、ね、暖かかったり、この辺の気温の中も一生懸命咲いてくれると思うとね、嬉しいですね。やっぱり住民の方も、こう我が家と接しておれば元気になる、笑顔になる。本当に自分の孫のような感じでね、感じ接するから、それとまあ授業でないから、みんながこう楽しんでやってるかな。そういうのね、だからまあみんなにそのて普段食べない野菜を食べらして、食べんかったらもう無理やりでも食べらして、そんな感じが楽しいですね。品種数はもう日本一になったっていうことだったので、これからどんどん株分けも去年初めてして、まあ、可能性っていうのが見えてきたなっていうのは、イベントとかその人を呼ぶみたいなこととかもどんどん夜ねは挑戦していってるので、なんかこれから面白いことがいっぱいできるんじゃないかなって思って。